チャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューは縦巻きです。フライパン一つで簡単に作ってみました。ぜひ試してください。材料です。卵、はんぺん、白だし、みりん、蜂蜜、砂糖です。分量は分かりやすく大さじ1に統一しました。では早速作っていきます。まずははんぺんです。このはんぺんを袋のまま潰していきます。ここでの作業を念入りにやることで後々の作業が楽になります。ですのでここではしっかりとはんぺんを潰していきましょう。はんぺんを潰しましたらボウルに開けてください。そしたらさらにゴムベラで潰していきます。そしたら材料入れていきましょう。まずは砂糖大さじ1、それから白だしですね。白だしも大さじ1です。そしてみりんです。大さじ1。そして最後に蜂蜜を大さじ1です。甘みがお好きな方はですね、ここで蜂蜜大さじ2を入れても大丈夫だと思いますよ。黒蜜でも大丈夫です。そうしましたらゴムベラでまた潰してなじませます。ここでなるべく細かくペースト状に仕上げてください。フードプロセッサーを使わなくても十分なんです。そうしましたら卵を一つだけ入れます。ここでのポイントは卵を一度に入れないことです。卵を一つ入れてある程度なじませたら、次はですね、泡立て器に変えるんですね。その前になるべくゴムベラで潰していってください。そしたら泡立て器で、かき混ぜていきます。でここで完全にペースト状までかき混ぜてください。ちょっと疲れますけど、ここでの作業がとても重要になりますので。というのは一度に卵を入れると分離してしまうんですよね。もちろんフードプロセッサーとかあれば便利なんですけどね、使わなくても大丈夫です。そして1個目の卵を入れてかき混ぜてペースト状になったら、どんどんそれを繰り返していきます。2個目の卵ですね、だんだん色が黄色くなってきます。ここからは早送りですね。全部で4つ入れ終わりました、はい、ここまでもうね、液体になったらもう完成です。そうしましたら焼いていきます。まずフライパンにサラダオイルを入れて、キッチンペーパーなので薄く伸ばしていきます。フライパン全体になじませてください。そうしましたら次はフライパンをまずは中火に温めてください。中火に温まったら先ほどの生地を入れていきます。
そうしましたら蓋を閉めて弱火にしてください。蓋がない場合にはアルミホイルでも大丈夫です。そしてこのまま20分です。弱火で20分。20分経ちました。そしたら火が通ってるか確認しましょう。爪楊枝を刺して、そして濡れてなければ OK ですね。乾いていたら OK です。で、そうしましたら先ほど使った爪楊枝をそのまま周りの縁にですね、少しこのように滑らせてください。そして表面のくっつきを剥がしていきます。で、ある程度剥がれたら、周りが剥がれたら、そこからフライ返しを差し込んで丸めていきます。フライパンを傾けて転がすようにゆっくり剥がしていくような感じで丸めていきます。ここで無理に早くやってしまうと割れてしまったりするので、ゆっくりでいいのでこのように巻きながら剥がしてください。で、このくらいまで丸まったら、今度すだれを使ってもう手で掴んでいきます。そして取っていくときれいに剥がれます。そうしましたら平らなところでまた改めて形を整えながら巻いていきましょう。ここでは慌てずにゆっくり作業しても大丈夫ですよ。そうしましたらすだれに輪ゴムを巻いて固定していきます。で、ここでの形が最終形の形になりますので、しっかりと巻いてください。そして、5分ぐらい粗熱を取ったら、冷蔵庫に2時間ぐらい寝かせてください。はい、2時間経ちました。そしたら輪ゴムを切ってほどいていきましょう。すだれをめくるときにはゆっくり剥がすようにしてください。ここでキュッてやるとね、くっついちゃう時があります。はい、こんな感じです。そしたらまずは、両端からカットしていきます。どうしてもフライパンで焼くと円形のものを丸めてますから、両端がこのように三角形になっちゃいますから、ここをまず切り落としをします。ただこの切り端も飾り付け、盛り付けの時に利用するとかっこよくなりますから、このまま盛り付けましょう。そしたらあとは輪切りです。柔らかいのでゆっくり優しく持って盛り付けていきます。断面も独特の個性が出ますよね。作るたびにこの形は変わってきます。焼き色もとても綺麗に仕上がってますね。一つ一つ丁寧に盛り付けていきます。はい、こんな感じです。両端もしっかりと盛り付けて、無駄なく盛り付けることができました。本日も見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。そしてタンポポチャンネルでは皆様からのリクエストもお待ちしております。こんな料理どうですかっていうのがあったら、ぜひコメント欄にお願いいたします。ではまたお会いできたら嬉しいです。